この電車が密輸輸送車だったと、重火器を輸送していたと、秘密裏に。その真相を知ったテケミと、テケミじゃない、コナンと服部平次、そしてどこへ行く僕たちは。ともに703号室にとりあえず直行する。あら、鍵がかかってる。行けるところがあるんだろうか。これ急にさ、道端歩いててさ、なんか敵出てこないよね。急にスライムが邪魔をしてきた。あ、これ平次の部屋か。これ平次に割り当てられ、一人でこんないい部屋使ってんのか。なんだ、服部平次っていくつ、まあ新一と同じぐらいかな。高校生なの。優秀な高校生が多いな。なあ、服部、頼みがあるんだけど。何役度、中尾調べてくれ。高坂を調べてくれ。あ、本当に中尾なんだ。中尾調べてくれっていう意味かと一瞬思ったけど、中尾を調べてくれ。じゃあ中尾を調べてくれないか。中尾か、わかった。何かあったら知らせるわ。やる気を、もう両方調べてもらう。じゃあ高坂も頼めないか。何も喋らなくなった。そしてじゃあ高坂を私がやるということか。これはドアみたいだけど、おい、まさかお前この裏で。高坂はどこにいるんだ。じゃあまたこれプラプラしつつ、高坂を探すところから始まるわけが。走れるんだ。あ、コナン君走れた。走るっていうか、なんか早歩きだな。スタコラスタコラしてる。どれが高坂だ。くんくん、あれ、この匂いは。出た、ピキンと、あの筋が走るやつ、光の。何が見えた。奥さん気を落とさないで。主人が高坂会長を殺しただなんて。主人が、私にはとても信じられないわ。ねえ、お姉さんたち、なんだかすごくいい匂いする。あ、これはあのお風呂場で嗅いだ匂い。ああ、これは香水の匂いよ。ビザンチンっていう名前の香水なの。ビザンチン。私もう山手さんも奥さんも香水が大好きなのよ。まあ今流行ってるしな。それに昨夜は偶然3人とも同じビザンスを。あれ、なんかさっきと言ってること違う。ビザンス、ビザ、なんか変わったな、なんか言い方つけていたのよね。昨夜3人が同じ香水を。ふーん、面白いじゃん。これであれか、ごまかそうというのか。本当は犯人は普段その香水を使っていないけど、目くらましのために。そんなことしたらでも足ついちゃうだろ。香水を使っている人の中に犯人がいるって。女の人ってみんな香水をつけてるの。パフューム、いえ、確か純子さんはつけてなかった。純子さん、うちの小玉もつけてないわね。へえ、そうなの。どうでもいい会話、一見どうでもいい会話。しかし小玉さん、小玉さんはどこにいる。女の人だよね。ね、おじさんたちは今から1時間くらいの間に中尾先生を見かけなかった。いや、僕たちはずっとカジノで遊んでいた。遊ぶなよ、遊ぶな。ちゃんと仕事しなさい。ちゃんと捜査に協力しなさい。ところだぜ、正直ね、構造がよく分かってないんだよ、この列車の。香水か、その辺を調べてみるかな。調べてみるか。どこに、誰が、あれ、探偵団じゃん。わかる、ドット絵でもわかる、この3人組。サンバガラス。あれ、お前らこんなとこで何やってんだ。ねえ、見て見て、コナン君、さっき元太君たちと一緒に撮った写真なの。俺が撮ったんだぜ。僕が持ってきたポラロイドカメラで撮ったんですよ。ダメですよ、コナン君。ガキのくせに贅沢な。どれどれ、余計な一言だな。なんでお前ら、元太は、あ、元太に撮ってもらった。なんでそんな、光彦はあゆみちゃんの肩に手を回して抱っこしてるみたいな。ふーん、洗面所の前の廊下だな。あれ、ここに誰かのハイヒールが映ってるね。映ってるのは、あ、これ光さんのマネージャーの児玉さんだよ。お、ここにも児玉の名前が。あのさ、この写真ちょっと借りてもいいか。うん、いいよ、後でコナン君も一緒に撮ろうね。犯人はおそらく香水をつけてビップルームのバスルームに潜んでいた人間だ。昨夜香水をつけていた人は3人、光さんと山手さん。先生、なんでわざわざ香水つけて出たかね。ああ、なすりつけたかったのか。普段香水つけてるやつにってことか。恵子さんで、この3人は偶然昨夜は同じ香水をつけていた。だけど昨夜俺がビップルームの前で光さんと会った時、嗅いだ匂いはバスルームに残っていた匂いとは違う匂いだった。ってことは、こだま、もう犯人これこだまさんじゃない。香水つけてる3人のうちの誰かになすりつけようと思って香水を自分でつけてみたけれど、
彼の彼女たちが使ってる香水とは違ったから足がついてしまったって、そんな適当なずさんな犯行か。香水まで同じの調べてから犯行に及びなさいよ。犯行に及びなさいよっていうか、人殺すなよ簡単に。だとすると犯人は山手さんか、今日の山手さんと同じ香水をつけていたということになるけど、山手さんは昨日は違う香水をつけていたんだし、正直山手さん、光さん、小玉さん、いっぱい名前出てくるけど、どれが誰があんまり分かってない。顔と名前が一致せんぞ。何せ僕たちはまだ出会ったばっかりだからね。そうか、分かったぞ。いいから、分かったのはいいから早く説明してくれ俺に。なあ源太、君もそう思うだろ。あれお前ら、その会話はもういい。もうその会話は聞きとうない。お、こんなところに。おじい様があんな風に亡くなって辛いだろうけど、今度の学園祭の舞台は頑張ってくれよ。そんなさ、もう少しいたわってやれよ。ショックがあるだろ。なんて言ったって君がヒロインなんだから、なんかあんまりお父さんのことを軽く見てるな。分かってるわ。高橋さん、おじい様もきっと私がいいお芝居できるように励ましてくれると思うの。純子さんってしっかりした人だな。自分のおじいさんが殺されたっていうのに、それに比べてこの男はダメだな。自分の恋人の父親が死んだというのに、それのショックを顧みず、次の舞台のことしか考えてない。香水か。その辺を調べてみるかな。その辺な。ここは山手さんの部屋。あら、坊や、探偵ごっとはもう終わったの？くんくん、山手さん、今つけてる香水は、昨日つけてたのとは違うね。あら、よくわかったわね。夕べつけていたのはビザンスだけど、今つけてるのは名前がよく似てて、ビザンチンっていうのよ。ビザンスとビザンチン、ムスとンチンの違い。いらっしゃい、見せてあげるわ。そんな、別に興味ないですよ、香水には。ほら、見てごらんなさい。よく似てるでしょ？まるで兄弟みたいに、ほう。兄弟みたい。そうか山田さん、この香水ちょっと借りていってもいい？結構高い、お高いんじゃないの？子供が持ってていいような代物じゃないだろ。まさか坊やがつけるんじゃないでしょうね。蘭姉ちゃんが一応香水つけてみたいって言ってたんだ。そんなので持ち出していいわけないだろう、所有物。あの子ね、別に構わないよね。お、寛大だ。ありがとう、ちょろいぜ。さあ、探しに行くか、この匂いの映っている場所。そしてそこにいた人物こそが、そこにいるの？犯人は現場に戻るというが、こんにちは。あら、コナン君ね。小玉さん、具合はどう？ありがとう。あんなことがあったからびっくりして、病気もどこかへ行っちゃったみたいだわ。よかったね。児玉さんはいつ頃医務室に行ったの？そうね、よく覚えてないけど、コナン君たちが来る1時間ぐらい前かしら。その間に15分ぐらい洗面所に行ってたから、中尾先生はその間にあの隠し扉の中に入って自殺したのかしら。な、軽々しく言うな。全てを知ってるかのように。医務室に行った時、中尾先生を見かけなかった？私が光さんと医務室に来た時はもういなかったわ。ふーん、お大事に児玉さん。この人の自室に勝手に入っていいのか、ノックもなしに。ノックはしてないだろうね、コナンのことが。こんにちはってガチャンガチャンとあげて一言。あ、蘭姉ちゃんだ。蘭姉ちゃん帰ってきたよ。ほら、コナン君、コナン君どこに行ってたの？たった今お父さんが中尾先生が殺されたって言ってたけど、本当なのかしら、連続殺人。これ怖いよね。でもそんなに人数たくさんいるわけじゃないのに、その列車内で人が連日死んでいったらさ、次は自分なんじゃないかって思うよね。本当だって、平次兄ちゃんが言ってたよ。蘭姉ちゃんもね、お大事にね。ねえ、コナン君、お願いだからおとなしくしててちょうだいね。あんまりうろうろするとお父さんのお仕事邪魔だから。うん、でも僕、平次兄ちゃんと遊ぶ約束してたから。こんな時にじっとしてなんかしてられるかよ、服部君と。それなら大丈夫ね、危ないところには行かないのよ。うん、分かったよ、蘭姉ちゃん。なんて海外シーンだ。おばさん大丈夫？ありがとう、坊や。でもね、私どうしても信じられないの。だって主人があの会長を殺すだなんて、そんな大それたことができるような人じゃありませんもの。本当は気の小さい臆病な人だったわ。ふーん、そっか。それじゃあおばさん元気出してね。冷たい。急に突き放すコナン。くんくん、やっぱり思った通りだ。医務室。これで2つの殺人事件は謎が分かったぞ。早くおっちゃんを呼んでこなくちゃ。おっちゃんを利用するタイミングが来たか。どうやら自殺した前後に中尾を見たやつはおらんようやな。工藤、お前の方は何か分かったか？ああ、だけど何か大事なことを見落としてる気がするんだけど。その大事なこととは一体？なぜそれを見落としているということに気づいたのか。むしろ
おちゃんこれ。ねえねえおじさん、ひかりさんがみんなに話があるから食堂車に集まって、お、眠りの小五郎のお時間かい。何、ひかりさんが。あ、それからおじさん、ひかりさんの名前って原名でしょ。あ、そう、源氏名なの。本当の名前なんていうか知ってる。うん、確か高橋清美とか言うんじゃ。バヤロ、今それどころじゃねえ。怒られて一括されてしまった。嫌いなのかな、コナンのこと。ガキは好きじゃねえんだみたいな感じだったっけ。たく、お、これは究極アルティメットな音楽が流れてる。森さん、おじいさまと中尾先生を殺した真犯人が分かったって本当ですか。どう見たってこの事件は中尾先生の自殺で解決したものと思っていたんだが。なんでどう見てもそう思ったんだ。いいじゃないの、眠りの小五郎の名推理を目の人が二人死んでんねんぞ。なんでそんな笑顔で言えるんだ。聞けるなんて素敵だわ。さあ早く、もうあなたが殺したか殺してないかはともかくとして、あの、心に問題がありそうなんだ。あなたは早く捕まった方がいい。サイコパスだよあんた。早くお話を聞かせてくださいな森さん。はあ、私はひかりさんがみんなに話があると。この腕時計型麻酔銃どっちも眠らせてと。犯人指名。え、ちょっと待って、ほい、いきなり最後の最後俺が選ぶのか。ここまで勝手にコナンがもしかして、あ、分かったぞとか言っといて何の説明もなく俺が。つまり犯人は野上とこの新田純子は無関係だね。犯人はあなただ、児玉みちるさんのマネージャー。その通り、会長と中尾先生を自殺に見せかけて殺した犯人は児玉さん、あなたです。私があの二人を殺すなんて、そんなことありえません。その通りだわ森さん、これは何かのご冗談でしょ。会長さんが殺された時、彼女は部屋でうちの事務所と電話をしていたんです。先生が死んだ時、医務室にいたけれど、一度医務室から出て洗面所に行っているから先生を殺すほどの時間はなかったはずよ。そうです、児玉さんにはアリバイがある。犯人にはいつだってアリバイがある。だがそのアリバイは実に見事なトリックによって作り出された、いや演じられたものだったんだ。ってことは共犯なのか。確かにこの犯行は児玉さんあなた一人では不可能。だがあなたはいつもある人物の身代わりを完璧に演じていた。この二つの殺人事件の本当の立役者であり犯人である、その人物とは光京子さん、あなたです。ってなんか俺が真犯人選んだのにもかかわらず自然とスライドされて誘導されて、これ誰選んでも光京子さんになってたんじゃないか。これ児玉が私の身代わり演じていたですって。ほほほほ、森さん、あなたって本当にユーモアのある方だわ。彼女に私の身代わりができるとでも大思い。森さん、いくらなんでも。そう、光さんは華やかで美人でメイクも濃い。失礼だな。一方児玉さんは地味で引っ込み思案で印象が薄い。これはおそらくあらかじめこのジャパネスク号の乗客全員にそう思わせることが目的でわざとそうしていたんだ。え？だが、そうなの？だが児玉さんに光さんと同じメイクをしてカツラをかぶせドレスを着せたらどうなるか皆さん想像してみてください。はあ？双子と、とでも言いたいのか？うん？ああ！なんで腑に落ちてるんだ？なんですって？まあ！え、みんなこれ想像してんの頭の中で。光さんの女優格好をしている児玉さんを想像してんだ。これ滑稽だな、なかなか。そんな、そうなんですよ、実は光さんと児玉さんは双子の姉妹なんです。そうだったの。まず私は高坂会長の自殺の方法に疑問を持った。自殺するならあの部屋には鋭いサーベルという凶器も大量の睡眠薬という毒薬もあった。それなのになぜ会長はあんなに大きなシャンデリアを床に下ろし、その上わざわざカーテンレールに一度ロープを巻きつけ、シャンデリアのフックに渡してから首を吊ったのか。これはもしかすると自殺ではなく会長を殺した犯人がどうしても会長に首を吊らせたかったのではないかと、なかなかなこと言うな、思いついた。ひかりさん、あなたは会長が殺された夜の食事会の時にはもうすでに児玉さんと入れ替わっていた。ほう、
あなたが会長の部屋に行っていた10時45分から11時の間、児玉さんは自分の部屋に隠れ、あなたは光恭子として会長の部屋へ行く。そこであなたは自分から会長を誘惑して、宝石を見せてくれと言って金庫を開けさせ、中尾先生が来る間見つかったら嫌だなどと言ってバスルームに隠れていたんだ。もうなんか不倫の現場みたいな。その時バスルームにわずかにあなたの香水の匂いが残ってしまった。ところがそんなに残るかな。児玉さんはあの日ビザンスという香水をつけていたが、光さんはビザンスと非常によく似たビザンチンという香水をつけていた。これだけがあなた方二人のたった一つの違いだ。なんだって。完璧に準備をしていたつもりだったろうが、この二つの香水があまりにも似ているので、おそらくそうかな。パッケージだいぶ違うけどね。鱗型だし片方。普段間違えていたのは普段香水をつけない児玉さんの方でしょう。にしてもさ。そして光さんは会長に睡眠薬を飲ませ、眠らせてから首にロープを巻きつけ、シャンデリアのフックに通し、これほんとここやまどろっこしいやり方するよね。なんかもっとあるだろうって会長の体を吊り上げたんだ。同じ人の力で、あの会長の体を吊り上げるのはこのテコの原理を使うしかない。テコね。そしてテグスと針のトリックで部屋を密室にして、今度はメイクを落とし児玉さんとなって部屋に戻る。このテグスと針のトリックにしてもいかにも不用心に、通路のゴミ箱に捨てておいたのは、いずれ私たちがこの事件の隠された意味に気づくことを期待してわざと目につくところに捨てたんでしょう。なるほど、この悪事を暴きたかったんだ会長の。それから絨毯にばらまかれた灰には真新しい火薬の粉が混じっており、このばらまかれた灰の指し示す方向に会長の金庫が隠されていた。そしてその金庫の中に入っていた暗号メモには医務室の隠し扉の開け方が書かれていた。これはどう考えても隠し扉の秘密を解き明かしてもらいたいために誰かがメッセージを残したとしか思えない。現にコナンに金庫の開け方を教えたのは光さん、あなたでしたね。そういえばそうだった。そして私たちが隠し扉の暗号メモを解いている間に、光さんと児玉さんは二人で医務室へ行き、児玉さんはそこで光さんに変装し食堂車へ行く。光さんは児玉さんに変装してから携帯電話で中尾先生の携帯に電話し、この隠し扉の中で待っていると言って中尾先生を呼び出す。慌てて飛んできた中尾先生を隠し扉の中で撃ち殺し、そのままベッドに戻る。だから医務室のベッドにはビザンチンの香りが残っていて、香水殺人事件じゃん。いましたよ。昨夜山手さんや恵子さんにもつけていた香水はビザンス。つまりここにいたのは本物の光さんだった。2人ともじゃあ殺人を一件ずつ犯したということか。とんでもない双子だな。さて光さんの方だが、彼女は山手さんたちと話をしている間、児玉さんの様子を見に行くと言って一度席を立っている。そしてトイレで素早くメイクを落とし、ドレスを着替えて隣の洗面所で吐いているふりをした。そしてまた トイレで光さんに変装して食堂車に戻った。こんな早朝普通の人には無理だ。だが光さんはプロの女優、舞台には早変わりという、わずか数分でメイクと着替えをしなければならないことがある。おそらくこの計画を思いついてから光さんが児玉さんに早変わりの練習をさせたに違いない。手の込んだ演技指導があったわけですね。だがその早変わりにたった一つ落とし穴があった。おいコナン、あの写真を。はい、コナンだよ。これだね。ここに写っているのは間違いなく私です。でもこの写真のどこに これが私の変装だという証拠があるんですか。なぜ後ろへ回るコナン。よく見てください、このカーテンの下から出ているあなたの足を。太ましいですね。あなたはいつもこんなに綺麗なレースの入った黒いストッキングを履くんですか。それは別に履いたっていいだろ。ダメかい、履いちゃう。もういいわミチル、これでいいのよ。ね、姉さんありがとう。急に神経臭いの。しかし一つだけわからないんです、なぜあなたたちはこんなことを。もういいわ、今となっては私たちもあの高坂と同じということだけ。高坂も人を殺めているというか、すっきりしない結末だったな。なぜあんな事件を起こしたのかわからなきゃこんな気持ちにもなるさ。待てよ、
会長が殺されるにはそれなりのわけがあるはずだ。ってことは会長のことをよく知っている人物に話を聞いてみる必要があったんじゃないのか。クソ、それさえ聞いていればこんな気持ちにはならずに済んだかもしれない。あれ、雰囲気おかしいぞ。俺には忘れられないんだよ、あの二人の悲しそうな横顔が。え、バッドエンドみたいな終わり方だぞ。クリアしたのか、すべて謎は解けた。え、え、終わっちゃった。クリアしたのか。何この未回収加減、この未回収さ、未消化加減なんだ。もっと調べなきゃいけなかったことがあったってことか。そうすればっていうか聞けよ、本人たちから。あの双子からも追及すればいいじゃん、尋問せえよ。職権乱用したよ。なんで彼女たちから真相は聞けなかったじゃねえんだよ。まったく謎は闇に葬られる。